はい、皆さんこんにちは、ホウスケです。まあ、突然なんですけど、僕こんななりをしていますので、どこに行ってもバンドやってんのとかギターやってんのって言われるんですよね。全くもってできません。まあ、その聞かれるたびに、そんな見た目してんのにできないんだとか、がっかりとか、僕何も悪いことしてないのになんか出会い頭にすごいがっかりされるっていうことを結構な数こなしてるんですよ。この見た目をするものはギターも同時にできなければならないという宿命を背負っているようです。でですね、もうすぐゴールデンウィークじゃないですか。騒ぎの影響でね、僕もかなり仕事が減ってて、なんか高い確率でゴールデンウィークが全部休みになりそうな雰囲気が出てるんですよね。やった、休みだ。何日かまとまった休みに突入しそうなので、なんかちょっと挑戦しないとダメかなと思いましたので、題してファッションバンドマンがゴールデンウィークでギター練習したらどんぐらい上手くなるのかということでやっていきたいと思います。いやね、ギターは持ってるんですけど全然できないんですよね。昔ちょっと練習したんだけどすぐ諦めました。くっそ難しいんですよギター。じゃあちょっとだけ弾いてみますか。たった今ピックをなくしまして、もう部屋が汚すぎてピック床に落としたらもう出てこないんですけど、だからね、もうこの子がラストワンピックです。こいつをなくしたらもうギターが弾けないということですね。でも本当全然できないんですよ。ね、本当できる人からしたら、あ、こいつ本当にできないんだって思う指使いだと思うんですけど、指も全然覚えてなくて、もう F の手しか覚えてないっていう。F の手をスライドさせるしかできないです、僕はもう。ドレミファソラシドもちゃんと、ね、紙を見ないとわからないっていう、そこからやらなきゃいけない状態なんですけど、まあ気合で頑張ってみようと思います。まあ俺にはよ、こいつがついてっからよ。あ、まあね、こんな感じで全然できないんですけど、課題曲の方がですね、グリーンデーのレボリューションレディをやりたいなって思ってるんです。単純に好きな曲で、なんかやろうって考えた時にパッと浮かんだ曲だったんで、これにしようかなと思ったんですけど、いや相当難しいよねこれ。絶対できないもん、これ絶対できないもん、こんなけど、これかっけー、できるようになりてーっていう、そこがないとモチベーション続かなくて、そもそもやろうと思えないのかなと思いますので、ゴールデンウィーク使ってどこまで伸びられるのか少し挑戦してみたいなと思います。もしかしたらサブちゃんの方に練習してる様子をアップするかもしれないですが、ゴールデンウィーク明けにどんぐらい上達したのかっていうのを皆さんにお見せできたらなと思います。出会ったばっかりの人に理不尽ながっかりをされないようにギターの練習頑張りたいと思います。それでは皆様、チャンネル登録の方を済ませて私のギターの上達お待ちくださいませ。それではご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。